皆さん、あ、どうも。皆さん、明けましておめでとうございます。もうちょっとおめでとうございますという雰囲気でももうないのかもしれませんけれども、まだ1月の中旬ということですので、今日は連休の、まあ、中日ということになるかと思いますけれども、お忙しい中お集まりいただきまして、そして、お声掛けいただきまして本当にありがとうございます。被災者の皆様にも深く感謝申し上げます。そして今松本さんからお話がありましたけれども、2016年 の、 参議院選挙で、市民と野党の共闘ということで、野党統一候補として出馬させていただきまして、議席をですね与えていただきまして、あれからもう2年半立つという状況の中で、ちょっと今5分という話でしたが、私はどうしてもですねちょっと次予定がありまして、4時ぐらいまでしかいられないもんですから、私自身の話もなぜコンパクトにしたいと思います。議席をいただいてですね、でそして去年の、秋の衆議院選挙の、混乱の中で、立憲民主党という枝野幸男さんを代表として立ち上がった政党、私も旧民主民進党の仲間としてですね、この二区だと下條さん、一区篠原さん、そして横にいらっしゃる参議院の畑先生、別々の政党をですね、立憲民主党という支部という形で立ち上げるのは相当な春巡があったんですけれども、去年のもう一昨年になりますね、秋の総選挙でこの長野県ではまず一人も候補がいないにもかかわらず、立憲民主党としてですね立候補した人が23万票という、自民党の28万票に次ぐたくさんの比例票をですねいただいたという、その重みに鑑みてですね、どうしてもこれは、まだわずか1回生の議員としては本当に若輩者ですけれども、ここは県連を立ち上げてですね、もう一度野党をですね再編できるように、そのカットになれるように立憲民主党の支部を長野でも立ち上げるしかないだろうということで、万有を振るってですね、立憲民主党の長野県でも立ち上げさせていただいたということです。で、先の秋の臨時国会で、私は再び予算委員会に復帰をいたしまして、テレビ入りの質問の機会もあったんですが、ご覧になった方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、相当に厳しい、状況でございます。一言で言って今の安倍総理はモンスターだというふうに思っています。政権を維持するためならですね、嘘をついても何でもするという、でそのためには官僚も含めてですね、みんなそれを、マスコミもそうかもしれません、全部のマスコミがそうとは申し上げませんけれども、こぞってですねその安倍政権を擁護するという、こういう姿勢の中でですね、どうやって今の野党が、安倍さんを引きずり下ろしてですね政権交代につなげていくのかっていう、本当に重い課題だなという、やっぱり一人で素手で立ち向かうにはですね、相手があまりにも強大すぎるというのを実感した、次第でございます。ただそんなことばっかり言っているわけにもいきませんので、この今年の選挙イヤーにどうするかということなんですが、一言で申し上げまして、もう一度、野党と市民の共闘ですね、今の松本さんの話にもありましたように再構築する以外ない。この長野がそうですけれども、私の時もそうでした。全国32の1人区、これはですね全ての選挙区で一本化するしかないというふうに思っています。それ以外に戦いようがない。できればですね、私自身は枝野さんとか福山さんは違う考え方かも分かりませんけれども、私は複数区もですねできるだけ調整すべきだというふうに思っています。これは私自身の考え方で、党の幹部とは違うかもしれませんけれども、1議席でも 2議席でもとにかくまず3分の2はですね絶対改憲勢力に渡さない。そして、今自民党単独過半数ですけれども、単独過半数割れをさせる。そして、2016年の時の参議院の、1、2区がですねやっぱり最大の勝負ですので、32あってあの時で11勝ったわけですけれども、その前の畑さんの選挙の時はあの時は2ということでした。ただその2のうちのですね1の岩手が自民党に行っちゃったもんでですね、結局はですね沖縄だけというそういう結果になって、で今度はですね1、2区で、一昨日かなんか岡田さんがおっしゃったのかもしれませんけれども、20ぐらい
取れればですね、ただ完全に今の政治状況を大きく変えられると思ってます。で、そのためにもですね、この長野もですね、先ほど野党間でですね、それから野党と市民の市民フォーラムの皆さんとの話し合いの中でも一本化しようということで、それ自体は合意ができておりますので、皆さんのですね、ご理解が得られるならばですね、一本化をしてですね、戦いたい。とにかく安倍政権を終わらせなければですね、例の防衛大綱、中期防もそうですけれども、出雲の空母化とかイージス・アショアとか、もう完全にアメリカ軍との一体化が進んでいる。そして憲法改正も、私は今国民投票のコマーシャルで議員連盟作ってですね、今のとんでもないルールをですね、なんとかしなきゃいけないということで放送しているわけですけれども、そうしたルール作りも含めてですね、今のまま憲法改正に突入させるわけには絶対にいきませんので、そうしたことも含めてですね、今年は本当に正念場だと思っております。どうか2016年の再現をですね、皆さんの力でですね、実現させたい。そのためのお力をお願いしまして、私はどうぞご挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて、国民民主党の畑一郎さん、お願いします。はい、皆さん改めまして明けましておめでとうございます。国民民主党代表を務めております参議院の畑雄一郎でございます。先の衆議院選挙の反省をまず皆様には述べなければならないというふうに思っております。やはり民主民進の流れの中でですね、実は離党者が相次いでいたのがあの時の現状でありまして、民進党では戦えないとこういうような状況がございました。そういう中で、小池百合子さんが希望の党を立ち上げて国政に進出する。そしてここでですね、前原代表が一緒になって、そして安倍一強内閣を打倒しようと、こういう方向で実は話が進んでおりました。我々参議院は民進党に残ったわけでありますけれども、新衆議院はこのままじゃ戦えないという中で、都議会議員選挙の時に50立てて49人が実は都民ファーストとして当選したという実績を持っておりましたので、衆議院は大変大きな高揚感を持って両院議員総会でも、民主民進の流れの政策、これを丸呑みするとこういうふうに我々は聞いておりましたので、そういう意味ではこのままいけばですね、この1回で政権交代ができるかもしれない。そうすれば国民の多くの皆さんもご理解をいただけるだろうということでですね、本当に急遽だったんですけども、希望の党への合流とこういうことが党で決定をされたわけであります。しかしその直後にですね、小池百合子さんの排除という話が出てきまして、我々もですね、本来であればここで何だと排除とはと言ってひっくり返して、民進党で戦えればよかったんですけども、もうすでに相当な人数が離党していた、そして合流を決めている中でですね、排除が出たけれどもなかなか全員行くっていうのは難しいねと、こういう中で、前原さんは残り希望の党への合流組、そして枝野さんがそういう意味では排除された人間どうするんだという中で代表代行でありましたので、立憲民主党を立ち上げてですね、大きな躍進をされたとこういうことでございます。そういう意味では民主民進の流れがしっかりともう一回結束し合って、そして他の野党の皆さんと連携をして、そして安倍一強内閣を打倒するという形にしていかなければ、国民県民の皆さんに大変申し訳ない状況になっているなこういうのが私の思いであります。そういう意味では先の衆議院選挙ではですね、多くの県民の皆様に失望感を与えてしまったこと、そして未だにですね、我々野党がなんか国会ではバラバラなんじゃないかというふうに見えている、このことについては真摯にですね、受け止めながらしっかりと反省をする中で、やはり安倍一強内閣をこのまま続けてはいけないと、そしてなんとかこれを止める手立て、これはこの
今年の4月にある統一地方選挙で多くの同志がですね当選をすること、そして与党に過半数割れをさせること、まあ県議会でもそうですよね。長野県であれば自民党の県議団に過半数を渡さない、我々の思いが通じる候補者をしっかりと勝たせるということ、そして来るべき参議院選挙でもですね、まあ、今市民の皆さんと与野党との協議もございます、中央での協議もございます、まあ、そういう中で、まあ、32人区の1人区は一本化していこうというところの合意がある程度できつつあるということでありますし、やはり我々国民民主党の玉木代表が言っているようにですね、2人区も2人ですから、ここも一本化していかなければですね、とてもとても自民党を利することになってしまうと、これで野党が各党ですね2人区で何人も立てたら、それは自民党が勝つようになってしまうわけでありまして、まあ、そういう意味では2人区まではなんとか調整をしてですね、でそして3人区以上はそれぞれの選挙区を見ながらで、まあ、世論調査等もあるでしょうし、どこの地域がどこが強いということもあるでしょう、それはやはり中央の意見も聞きながらですね進めていくということによって、なんとか、まあ、政権交代には届かないわけでありますけども、衆議院選挙ではありませんので、参議院選挙でですね安倍総理を退陣させる、安倍内閣を総辞職させる、こういう力にはなるわけでありまして、ぜひそのことを皆様にはご理解をいただければと、こういうふうに考えているところでございます。そういう意味では今日私ども2人が並んでおりますので、私のことはさておいてですね、やはり皆さんの思いをしっかりと持ってですね戦うことができればと、こういうふうに考えておりますので、我々国民民主党もですねしっかりこの市民の皆さんと与野党との共同テーブル、これをにしっかり参画してですね、いきたいというふうに考えているところでございます。今日はいい、まあ、短い時間でありますけれども、よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当はこの、ペーパーにもありますように、次のテーマがまさに、2017年の衆議院選挙の、ところでございましたけど、安田さんきっとどうしても先にこれを喋りたかったんだろうというふうに解釈をしました。今の時点では今の重点課題何か、それから現在の政治状況についてということで一言ご挨拶をいただきたいというふうに思います。続いて日本共産党の永瀬郁子さんをお願いいたします。日本共産党長野県委員会書記長の永瀬郁子です。中心市民連合の皆さんが安倍会見を阻止し、戦争する国への暴走を許さない、そしてその志を同じくする団体政党個人に広くそういう呼びかけをして活動されていることに心から敬意を表します。今日はこのような場を作っていただいて本当にありがとうございます。私たち共産党は今年全国的な2つの選挙、統一地方選挙と参議院選挙が連続して行われます。今年をこの市民と野党の共闘の力で安倍政権にさよならをする、そういう年にしたい、こういう思いで、まあ、新年から全力を尽くして、まあ、昨年から頑張ってますけどね、今年も年が明けて一層決意を込めているところです。でその点ではおそらく今日お集まりの皆さんと思いは一つ、こちらに並んでいる私たちもみんな気持ちは一つだと思います。でそういう意味ではお尋ねの、まあ、今年の最重点課題、現在の政治状況ということで言いますと、この安倍政治はもうあらゆる面で破綻に直面している。で強権でしか国民にこの言うことを聞かせるっていうかな、政治をすることができなくなっているんだと私は思います。いろいろ嘘をついたり公文書を隠したりとか、まあ、国会でまともな議論をしないということがありますけれども、結局自分たちの本音を喋っちゃうと通用しないから、本当のことを言えない、いろんな資料も出してしまうとまずいから、で結局最終的には、数の力で強行採決する、でこういうことしかできないという意味では、もう安倍政権がやろうとしている一番の狙いは、私は憲法を改悪して、まあ、戦争する国へ向かっていく、国民の人権なんかもないがしろにする、こういうことだと思いますが、こういうことを説明できないということがね、いよいよあらわになってきてるんじゃないかと
思います。ですからこの強権暴走民を無視した政治にしっかりこう2つの大きな全国的な選挙で脳の審判を下す結果を市民の皆さんと野党の力を合わせて作り出していきたい、そのように思っています。この中で、まあ、共通してどんな点が力を合わせられるのかはもちろんこれから話し合いをして作り上げていくことではございますが、おそらくあなんかストップウォッチが変なのかって思いました一つはこの安倍政権の下での憲法9条改悪は絶対に許さない、これが言えると思います。そしてもう一つはやはり暮らしを破壊するという点で、私は今計画されている10月の消費税 10% の増税、これはぜひ全ての野党の間で一致が取れれば、いろんな税金の考え方、消費税についての考え方違いはあったとしても、今増税なんかしたら日本経済は破綻するということでは様々な声広がっているので、10月の増税 10% は反対、この一点で力を合わせられるのではないかと思っております。それからやっぱり原発再稼働、これの道にはね、もうさよならをして原発ゼロ、再生可能エネルギー、この道に踏み出すということについても一致ができないだろうかと、まあ一致というかこれについても市民と野党の間で大いに政策議論や、それから地方でも国政の場でも議論を戦わせ、運動も盛り上げて戦って勝ち取らなきゃいけない課題ではないかと思っております。もう一つはやっぱり沖縄辺野古の米軍新基地建設、この強権的なやり方、これはねやっぱり阻止しなきゃいけないと思っています。大体この憲法と消費税と原発と沖縄、これがやっぱり今年の、地方選挙も行われる、それから国政選挙も行われる安倍政権との戦いという点では大きなテーマになるものではないかと私は考えております。ぜひこの点で多くの皆さんと心を一つにして、安倍政治倒すということで、野党統一候補も実現して選挙に勝利していきたいと思います。さまざまなこれからの流れについてはまた後ほど発言できればいいかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて社会民主党中川博司さんお願いいたします。社民党で幹事長をしています中川博司です。改めまして新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。政治の最終点課題は言うまでもなく、今年平成が終わってですね、新しい元号になるわけですから、憲法改悪元年にさせないってことですよ。今年を憲法改悪元年に させては絶対ならない、これが私たち共通の課題だというふうに私は思っています。そして現在の政治状況についてですけれども、最近中日新聞の論説の中で菅三順さんが提起している問題がありました。グローバル経済についていくためには国の独裁的な政治があった方がいいんだみたいなことが書いてありましたね。読まれたかと思います。で、私は安倍政権が許されている一つの理由はもちろん野党が固まってないということは一つあると思いますけど、ただもう一つはやはり私たち自身の中に安倍政権の中でずっとつながっている、今だけ金だけ自分だけという安倍政権を許してしまっている国民の中の思いというか意思というか、そういったものはあるような気がしてなりません。で、私はそういう意味で言うとグローバル経済をに対して私たち自身の野党がどういう経済政策を対峙していくのか、そこが実は国民が一番求めていることなのではないのかというふうに考えています。で、もちろん税の配分の問題で、一人一人の国民が大切にされる経済というものが目指されるべき、あるいは福祉というものが目指されるべきというふうに思いますが、私はこの経済というところをやっぱり野党がですね、しっかり議論をしてこういう政策で私たちは経済政策もやっていくんだというところを大きな課題として、野党が結集できる軸を作り上げていく。もちろん最初に申し上げましたように、から長瀬さんからも提起がありますけれども、憲法改悪をさせない、ね、原発の問題、沖縄の問題、これほぼ一致すると思います。もう一つ経済だと私は考えています。以上です。
はい